今回は二重埋没法の抜歯の施術の解説動画です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ今何やってると思いますか？これ落書き単純にね、これ書かれてるわけじゃないからね、これね、まぶたの透かせるのね、これね、手でこうテンションかけて表面を薄くして糸の結び目を探せるの。で、結び目が見つかったらマジックでそこの直上に丸くつけてるんです。よくさ、抜歯をしたけど糸を見つかりませんでしたとかさ、全切開しましたとかっていう話あるじゃないですか。糸を見つけるのは手術する前なんですよ。そこはまずそもそも間違ってるね。この方は線止めで結び目が1個なので1箇所切るだけで終わります。切るといっても本当に 1.5 ミリぐらいの穴です。こんな感じ、この穴から糸を見つけます。よく抜歯したけど元に戻らないっていうのを時々聞くじゃない。あれはほとんどのケースで抜歯ができてない状態、完全な抜歯ができてないと元に戻りません。それで戻らないって人いるんだけど、粘膜側に癒着を取るような処置を加えれば元に戻ることができます。粘膜側は結構へこんでる場合あるのでね、そこのへこみを戻してあげれば癒着が取れるので二重のラインが元に戻ります。これからアチトラップです。 TikTok で私撮影して動画上げてたので、ああじゃあ概要欄のリンク貼ってもいいですか？概要欄のリンクでじゃあご覧ください、はい、で直上で切ってるんですぐ糸見つかります。でも結び目も見つかってます。これものの数秒で見つかったでしょ。早送りしてますからね。そうかそうかこれ早送り編集しなくてもいいかもしれないですね。早送りしてなくても1分かかってない、うん、かかってないね。糸の結び目見つかってるから、結び目から組織を多少くっついてるんでそこを剥がしてるのね。で結び目がちゃんと剥がれたら糸を切って抜けばおしまい。でよくさ、糸が癒着してて取れませんでしたみたいなのも聞くじゃん。絶対そんなことないからね。ツルツルじゃんって糸で、すると抜けたでしょ。糸とね、組織癒着すると絶対ないんですよ。なんで糸が癒着してて抜歯ができませんでしたっていうのはそれは嘘ですから。反対側も同じです。小さい穴を開けて、で、お結び見つかりました。めっちゃ早くない？これもう見つかってるんですか？見つかってますよ。結び見つかって、結び持ってるところなんだよ。で、結び目のところにくっついてる組織をきれいに剥がしてる。本当だ。で、結び目のところが組織から取れたら、あとは糸自体を切っておしまい。こんなもんです、バシって。そうでしょ。だから最初の結び目を手術前に見つけるかどうか、そこが一番大事です。なんか結構二重埋没法された後の患者様で、はい、その抜歯の件で悩まれてる患者様結構多いじゃないですか、はい、抜歯してもらう先生が良くなかったってことですか？おっしゃる通りです。それが多分一番の理由と、あとは隊員さんの抜歯って難しいの、特にあと年数が経った抜歯、僕でも結び目が見つからなければ取れないので診察して結び目があるかどうかを調べます。でさっきみたいにして皮膚にテンションをかけて結び目を見つけるんだけど、それでも見つからなかったら特殊な器具を使ってさらにまぶたを透かしてみて、それでも見つかる場合もあるし、それで見つからなければ僕でも抜歯できない。多くの場合は見つかります。糸が見えれば抜歯ができます。なんで抜歯できないってことはまずないですね。あとやっぱりちょっと血が出ちゃってちょっと出血がコントロールできなくて一旦はちょっと撤退ってこともありますけど、基本的にやっぱり糸が術前に見つかればその直上で切って取るだけなんで、こんな感じで抜歯終わります。元々のこの方目なんですけど、まあ、少しね幅が広げたいっていうことで手術させてもらったんですけど、いざ手術したらちょっとやっぱりね幅が広すぎるってことで、やっぱ抜歯してっていうことで抜歯することになりました。うちのスタッフです。スタッフってどこまでもわがままですよね。そうなんですよね。広げてっていうかね、広げて作ってあげたらやっぱり広いですと。抜歯直後の状態ね、もうほとんどライン戻ってますよね。ちょっとこの人右目の眉毛を上げる癖があるのでラインがちょっと変な感じになってますけど、まあ、基本的に抜歯をするとだんだん元の状態に戻ってきます。最初はまあ赤みとかありますけど、数日でだんだん塞がって、あとほとんど消えて、あと固まらなく消えちゃいますかね。ありがとうございました。ありがとうございました。